V ロード第13節1戦目福岡ソフトバンク。この場面で打席には内川が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。ショートの横抜けた。ホームに送球。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁。バッターボックス甲斐、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。引っ張った、取った、一塁送球アウト。ワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。初球は何で来るか。インコース空振り、非常に窮屈なスイングになりました。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク、ボールになります。引っ張った、ファウルになります。これもファウル。打ちました、取った、これでスリーアウト、試合終了。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に